フランク・オーシャン、マライア・キャリーとの制作に日本語の枠を超えて評価され続ける音楽性。ストレートにありのままを綴る歌詞は多くの人々の心を引きつけ、彼が日本にトラップを輸入した第一人者であることはもはや説明不要。東京都北区王子出身のラッパー、コウ。彼の生き様はもはやアートと呼ぶのがふさわしいほど。2021年に音楽活動からの引退を表明した彼ですが、その影響力は絶大で、彼が日本のヒップホップシーンに与えた影響は決して無視できるものではありません。今回はそんな彼のキャリアを紹介します。コウ、本名千葉祐希、1990年4月22日生まれ、東京都北区王子出身。韓国人の父親と日本人の母親の間に生まれたコウ。彼が2歳の頃に父親は他界し、これをきっかけに母親は薬物依存症となり、コウが小学生の時には母親が飛び降り自殺未遂を図ることもありました。小さい頃からおばあちゃんに育てられたと語るコウ。母親があまり家にいなかった彼の隣にはいつも祖母の存在がありました。隅田川沿いの公営住宅で育った彼が初めてヒップホップにハマるきっかけとなったのは小学4年生の時。児童館で友達と卓球をしていたコウ。そして友達の兄貴が持ってきた MD。 その時流れたのがキングギドラ、アンストッパブルでした。小学生の頃に初めて聞いたキングギドラに大きな衝撃を受けたと語るコウは、彼らのスタイルを真似したり替え歌にして歌い、これはコウのラップキャリアの始まりでした。中学生になったコウ、当時彼はネットライムと呼ばれるインターネット上の掲示板や SNS で行われる韻の踏み合いに熱中し、18歳の時初めてのレコーディングを行います。そしてこのきっかけとなったのはトラックメーカーリキとの出会いでした。知り合いを伝い、トラックメーカーリキと出会ったコウは彼の家に通い詰めることとなりますが、ある時彼と連絡が途絶えることとなってしまいます。レコーディングできる環境を失ったコウ、しかし自身のミクシーにはある人物の足跡がありました。当時からヒップホップシーンにその存在が知れ渡り、後にコウ自身のメンター的存在となるプロデューサー318。プロフィールにあったレコーディングしてますの文字、それを見たコウは地元が近かったこともあり、すぐに彼と接触します。運送屋のバイトが休みの週末に、当初はお金を払いながらレコーディングを行っていたコウ。しかしミックステープを制作するわけではなく、ただレコーディングを行っていた彼に318はレコーディングの機材を揃え、コウにレコーディングの方法を教えることとなります。後に当初の制作を真面目だった、自分っぽくない歌い方だったと語るコウ。318のもっと普通に歌えばいい、喋っている言葉みたいに普段の生活のことをただ歌えばいいという言葉、これこそが自身の生い立ちや現状をありのままに綴るコウのリリックの原点とも言えるものでした。次第に自分でレコーディングした曲を何度もプロデューサー318に送るようになったコウ。そして同じ団地に住んでいたモニーホーストの曲 We Good は318の目に留まり、ミュージックビデオが公開されることとなります。 We good, I put it on the hood, We good, We good, I put it on the hood, We good, We good。 YG の I'm Good をビートジャックしたこの曲は YouTube に公開されるや否や地元の仲間から好評を得ることとなり、その後コウはミックステープの制作に着手します。友人20人を集めた初のライブに未だ無名の存在であったコウ。しかし2012年彼のキャリアは動き始めます。2012年満を持してリリースされた自身最初のミックステープ、イエローテープ。自身の生い立ちを赤裸々に語ったシンプルなリリックに、当時では珍しかった US トラップを輸入したサウンド。このミックステープはリリースと同時に大きな反響を集めるようになり、2012年末に開催された雑誌ウーフィンのウーフィンフレッシュマンアワードでは大賞を受賞することとなります。ミックステープ、イエローテープのリリースから以前から知り合いだったトラックメーカーリキと再会したコウ。 Where You At の収録の後、めちゃくちゃ適当なことを歌ってリリックも書き直ししないで、思ったことをそのまま適当に言ってみよう、こうして出来上がった曲が順次高田でした。適当な男を信じた高田、他人は気にしない。
この曲は彼の音楽的ルーツであったゼブラの目に留まり、318を通じてイエローテープを手にしたゼブラはこう絶賛。2013年2月14日にはこう318、ゼブラの3人は開講し、順次高田のパフォーマンスを行いました。2013年5月には iTunes で順次高田が公式にリリースされ、初のツアー順次高田ツアーを福岡、名古屋、大阪、東京、函館を含む全国10カ所で開催します。ちょうどその頃、コウの影響でラップを始めた当時12歳のリル・コウもヤング・フォーエバーのリリースで全国区のテレビ番組に取り上げられ、一躍注目を集めることとなり、リル・コウを主役に抜擢したドキュメンタリー、リル・コウ&フレンズ日本の小学生は大きな話題を呼びました。2013年8月にリリースされた自身2作目のミックステープイエローテープ2、前作に引き続き iPhone5、順次高田、そしてドレイクをビートジャックした Started from the Bottom といった曲で US トラップスタイルを展開したコウ。中でもミックステープのリリース前からシングル曲として公開されていた順次高田は、高田順次のラジオ番組高田純次の毎日がパラダイスで紹介され、一躍話題に。団地暮らしだった青年は一気にしてスターへの階段を駆け上ります。2014年2月、世界30カ国以上に支部を持つユース向けデジタルメディアバイスから公開されたドキュメンタリー、団地発東京のアングラヒップホップ、日本人ヒップホップアーティストとしては初となる特集でさらなる注目を集めた方。2014年7月、自身初となるセカンドアルバムモノクロームをリリースします。セカンドアルバムをファーストアルバムより先にリリースするという試みにも注目が集まったこのアルバム、今までのコウの適当チャラいといったイメージを覆すかのようなシリアスな一面を映し出したこのアルバムは、iTunes 総合アルバムチャート6位、ヒップホップラップチャート1位と新人としては異例の記録を打ち立て、これまでの日本語ラップでは考えられなかったスピード、若さでシーンで最も影響力のあるラッパーの一人にまでのし上がることとなりました。アルバムリリースに行われたモノクロームツアー、想像通りにお客さんがいっぱいいるライブが増えたと語る彼は、この年自身の目標であった雑誌の表紙を飾り、東京コレクションではファッションブランドファセッタズムにモデルとして参加、ファッションアイコンとしても大きな注目を集めることとなり、韓国での初の海外ライブを成功させた後、コウはザ・ゴハートと接触、世界を席巻するあの曲が制作されることとなります。2015年1月1日にリリースされたイジマ、韓国人ラッパーキースエイプ、ジェイ・オールデイ、オケーション、そして日本からコウ・ルータが参加した日韓共作のこの曲は、リリースされるや否やインターネットで大きな話題を呼び、世界的大ヒットを記録、アメリカのヒップホップシーンからも高い評価を受けることとなりました。そしてこのイジマのリリースと同じ日に、コウはファーストアルバム口なしをリリースします。私は今幸せですの花言葉を持つ口なしをタイトルに、代表曲飛行機や順次高田リアルラブファーラウェイなど、イエローテープとモノクロームの間に制作された曲を収録し、コウ自身が昔の日記を読んでいる感覚と振り返るこのアルバムは、 iTunes 総合アルバムチャート1位、ヒップホップラップチャート1位を記録します。イジマへの参加、そして口なしのリリースから海外からも注目を集めることとなったコウ、ニューヨークに滞在した際にはイアン・コナー、そしてエイサップ・バリとルームメイトとして現地に滞在し、そこで出会ったフロリダ出身のラッパージェイ・スタッシュとは以降たびたび共演。2015年1月にはフランスのラジオ番組にジェイ・スタッシュ、そしてゲイブラと共に出演し、日本国内のみならず海外でも注目を集めることとなりました。すでに始まっていたアルバム制作のためアメリカに渡った方、その最中にはイエローテープ3がリリースされ、2015年10月28日満を持して自身3枚目のアルバムダートがリリースされます。ロックミュージックの影響を強く感じさせるこのアルバムは、生と死を一つの大きなテーマとして展開し、アグレッシブなサウンドにロンドン、パリ、香港などの世界各地で撮影されたミュージックビデオ、コウはこのアルバムで自身の新たな音楽性を開拓します。アルバムのリリースから全国ツアー、サードアルバム、ダートツアーを成功させたコウ、その音楽性はヒップホップファンのみならず多くの音楽ファンからも認められることとなり、2016年2月にはスペースシャワーミュージックアワードでベストヒップホップアーティストを受賞、4月には自身のフランスでの芸術活動が評価され、
フランス大使館で行われたフランス外務国際開発大臣主催の交流会に招待を受けて参加します。そしてその最中、新たなアルバムの制作を行っていたコーはたびたび韓国に赴き、いじまのビデオディレクションを手掛けた韓国出身のプロデューサー、クリエイティブディレクター、アートディーラーと制作を行うこととなりました。2016年6月17日にリリースされたDIRT2。 DIRT の続編としてブルーハーツやカート・コバーンからの影響を感じさせる曲の数々に、自身の持つアート性をより強く押し出したこのアルバム。アルバムリリースの1ヶ月後には DIRT2 でアルバムカバーやマーチを手掛けたアートディーラーと共に DIRT2 ギャラリーを開催し、 A$AP ロッキーやスケプタとの共演を果たしたことでさらなる注目を集めた方、彼の元にはある男からの連絡がありました。2016年8月20日にリリースされたフランク・オーシャンの歴史的名盤ブロンド。フランク・オーシャンから連絡を受け、スタジオに招待されたコーは、雑誌ボーイズ・ドント・クライに収録されていたフィジカル版 CD の1曲目、ナイキに客演として参加することとなりました。一人の男、たくさん可愛い女の子、誰かのことを。この年にはお互いがファンであったという宇多田ヒカルの忘却への参加、初参加となったフジロックでは圧巻のパフォーマンスを披露、地元東京都北区王子での凱旋ライブを成功させたコウ。2017年コウはアーティストとしてその地位をより大きなものに確立することとなりました。翌年88 Rising 88 Degrees and Rising ツアーに参加し、北米18カ所でライブパフォーマンスを行ったコウは、マライア・キャリーのニューアルバムコーションの日本版ボーナストラックにランナウェイという楽曲で参加するという偉業を達成し、海外でもさらなる評価を高めることとなります。そして2019年には約2年7ヶ月ぶり5枚目となるフルアルバムアンタイトルドをギリラリリースします。魂を揺さぶる一つ、ワンオクロックのタカトの楽曲 I want a billion、 自身の抱える苦悩を歌ったロープなど、もはやラッパーと形容するのがふさわしくないほどの音楽性に、最新テクノロジーを駆使したプロモーションで大きな反響を呼んだこのアルバム。キャリアの絶頂期を迎えていたようにも見られたコウ。しかし彼はある大きな決断の時を迎えます。2020年1月16日コウライブインコンサートにて発表されたコウとしての活動からの引退。多くのファンに衝撃を与えることとなったこの発表、引退を惜しむ声も多く上がった中、発表から間もなくして2020年4月29日にリリースされたのがコウ事実上の引退作ワーストでした。都営団地から始まった彼のキャリアに、メローなサウンドに名残惜しさを感じさせつつ、変わらないありのままを歌った歌詞。このアルバムはアーティストコウの集大成とも言えるものでした。2021年にはコウとして最後のツアーとなるワーストツアーを成功させると、12月28日には引退ライブとなるザ・クロマニオンズとのツーマンライブを開催。友人20人を集めた初めてのライブが、ついこの前の出来事のように目まぐるしいスピードでスターへの階段を駆け上ったコウ。代表曲飛行機から始まったラストライブは、最後の曲ファーアウェイで幕を閉じることとなりました。2021年多くのファンから惜しまれながらも引退したコウ。引退後の2022年には未発表曲を含むザ・ロストテープのリリースや、2023年には本名千葉勇気としてアパレルストアドックスでの活動や、文芸界での連載、チーム友達としての活動で再び動き始めたコウ。引退後からおよそ2年が過ぎようとしている今もなお、彼のアートは人々を魅了し続けます。今回はコウのキャリアを紹介しました。リクエストなどがございましたら DM コメント等でよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。